ぱり散歩は朝に限るな。あれ、あそこにいるのはアッシュかな。あ、やっぱりアッシュだ。こんな朝早くどうしたの？おはようございます、アネット。町の人たちに文字の読み書きとか簡単な計算とかを教えてたんですよ。それが結構盛り上がっちゃって、気づいたらもう朝で。そうだったんだ、お疲れ様。でもどうして町の人たちに？町に買い物に行ったら、法外な売り方で薬を売りさばいていた商人がいたんです。だけど売りつけられてる側の人は何の疑問も持たずにそれを買っていて、それを見ていたら黙っていられなくて、町の人たちの前で計算をしてみせて、なんてやってるうち熱くなっちゃって、次々人が集まってきてこんなことに。アッシュらしいね。でもそれすっごくいいことだと思う。ねえ、もしまた機会があったら私にも手伝わせてもらえないかな。一応読み書き計算はバッチリだし、魔法とか歴史も教えられるつもりだよ。本当ですか？助かります。君が手伝ってくれたら百人力ですよ。僕勉強は結構好きなんですけど、人に教えるのはあまり得意じゃないみたいで。確かに教わるのと教えるのじゃ全然違うもんね。そういえばアッシュは読み書きや計算をロナート教に教わったって言ってたっけ？はい、まあ本当に簡単な計算なんかは父さんからも教わっていたんですけどね。ロナート様がよく言っていたんです、学びは自分の正義を見つける手段だって。自分の正義を見つける？はい、世の中何が正義で何が悪かなんてはっきり決まってるわけじゃないでしょ。だからこそ自分の信じるべき、貫くべき正義を見つけなきゃいけない。それを見つけるための手段が知識とか教養とか、そうしたものだとおっしゃってました。なるほどね。確かに知識はきちんと物事を判断するための物差しになると思う。私も魔導学院や士官学校で学んで初めて見えたものがたくさんあったし。町の人たちは決して裕福じゃありません。嘘や危険の中で生きていかなきゃいけない。そんな彼らにこそ自分なりの正義で物事を見つめてほしいと思いますし、僕はそれを手伝いたいんです。ファーガスの騎士としてというより、昔貧しい暮らしをしていた人間として。しっかりしてて尊敬しちゃうな。私もアッシュを見習わなきゃ。ねえアッシュ、ちょっと聞いて。アネット、どうしたんですか、そんなに慌てて。花売りのオデットさんっていたでしょ、私たちが読み書きを教えた。あの人魔導学院に入るんだって。何でも才能を見出されたみたいで。へえ、異例の入学ですね。魔導学院は簡単に入れる学校じゃないのに。ねえ、改めてみんなに勉強を教えてよかったなって思ったよ。感慨深いな。僕たちが勉強を教えた人が今度は魔導学院の先生に指示するのか。魔導学院の先生か。あのね、アッシュ、今だから言うけど、私があなたを手伝おうと思ったのにはもう一つ理由があったの。もう一つ？どんな理由だったんですか？私ね、小さい頃は魔導学院の先生になりたいなーって思ってたんだ。魔導学院じゃなくてもせめて人に勉強を教える仕事がしたくって。
それでいざ町の人たちに勉強を教えてみたら、なんだかすっごく楽しくて。確かにアネットは勉強を教えているときすごく生き生きしてましたもんね。そうかも。私が教えたことを理解してくれたときなんてもう嬉しくって。これまで私が勉強してきたのはこのためでもあったんだなって思えたの。きっと天職なんだと思いますよ。アネットは人に教えるのが上手ですし、なかなか分かってもらえない時も一人一人に根気強く向き合っていますし、本格的に人に勉強を教える仕事を目指してみたらいいんじゃないですか。僕、アネットみたいな先生にならいくらでも勉強を教わりたいですよ。本当？なんだか照れちゃうな。よし、私頑張ってみるよ。となるとこれから猛勉強だよね。魔導学院の先生にも話を聞いておこうっと。もし僕にできることがあれば何でも言ってください。手伝いますから。え、でも悪いよ。私の夢は私の夢なんだし。アッシュには立派な騎士になるって大事な夢があるじゃない。一番最初は君が僕を手伝ってくれた。その恩はちゃんと返さないと。それに君もファーガスの民の一人です。君たちを手伝うのも騎士の仕事ですから。立派な騎士になるのが夢だっていつも言ってるけど、アッシュはもう十分立派な騎士様だね。それじゃあ後で手伝ってもらおうかな。王城の書物を借りに行ったりもしたいし、いつか私たちが入れる時が来たらガルグマクの書庫にも行きたい。そういう時に付き合ってくれたらすごく助かるんだけど。もちろんです。僕に任せてください。ありがとう。私頑張るから見ててね、アッシュ。